.jp で車検を購入しよう。よし、じゃあねんこちょっとやろうか。はい、うん、スマホで、スマホで行けるということがございましてですね、うんうん、発見機でも買えるんですが、こちらでオートレース JP で入ってるの、はい、はい、今回車検を買うのはこちらのサイト、オートレース .jp。 まずは会員登録から始めましょう。やり方は簡単。ログイン画面から新規登録を選択してメールアドレスを送信。基本情報を入力し、パスワードと暗証番号を設定したら登録完了。今回2人が挑戦するのは伊勢崎で行われているレース。まずは初心者でも分かりやすい購入ポイント。その1、いろいろ選べる決済方法ですぐに入金が可能。主要銀行口座からの入金の他に、新しく使えるようになったクレジットカードやコンビニチャージ、 ATM での決済でポイントをチャージできます。あ、クレジットカード払いできるのいいね、はい、本日はですね、オートレース .jp に3万円チャージしておりますんで。あ、マジで？こっちに入ってますんで。やろうやろうよ、はい、決済が終わったら購入車券の種類を選びましょう。大体基本は単勝で買うそうです。まあそうやろうね、はい、初心者はまあ僕らはですね、うん、副賞ワイドな感じ。そうそう、やっぱワイド、はい、俺慣れないうちはワイドで言っとくべきよ。ですね、わかりやすいですね、うんうん、単勝副賞はもちろん、他にもいろんな買い方があって、的中難易度が高くなると配当も高くなるんです。やっぱ最初はワイドで3つ買おうか。あ、いいですね、はい、2、3万円ぶっ込むか。ケンコバさん、資金配分も考えてくださいね。でも買い方はワイドがお気に入り。種類が決まったら出走表を見てみましょう。ハンデと試走タイムに注目。この H とか、はい、H って何よ、ハンデか。ハンデですね、今日佐藤さんが言われてた。 S 力は、 S 力は S ランクってことですかね。H はハンデの距離で、スタートラインに距離でハンデをつけること。そして S 力は S ランクではなく、スタートダッシュのうまさを表したもの。さらに試走タイムはレース前のテスト走行でラスト1周全力走行、その100メートルあたりの時間のこと。マシンのコンディションを測る上ですごく重要な要素なんです。あー、なるほど、うん、この来るんちゃう、高橋恵理子さん S 力がダントツいいらしいよ。晴れで、はい、20丸がこの金山さん5枠の黄色、うんうん、だから3号ワイドで勝ったらいいのよ。3号ワイド、うん、このレース、スタート力がダントツの3番高橋選手と、晴れのレースで評価が高い5番金山選手が3着以内に来ると予想。軸となる選手が決まったら、いよいよ車検を購入。ページ右上の投票ボタンを押して勝負するレースを選びます。購入する車検の種類にチェックを入れて、買いたい選手を選択しましょう。これや、何も入れる、100円じゃもあれ、これ1万円、1万いっちゃいますか。最後に車検それぞれの購入金額を入力して投票完了。先ほど予想した3と5のワイドに加えて、単勝そして3連単を購入し、ビギナーズラックを狙う。とここでもう買ったんで時間もありますが、うんうん、どうでしょうかこちら。あー、ちょっと小腹空いてて。はい、ちょうど腹が減っては戦はできぬ。浜松王とゼロ飯食堂でレース前の腹ごしらえ。豚生姜焼き丼か、いい、安い、500円。これはやっぱ牛丼裏切るわけにいかないの。うまい、うまいっす、うん。お腹を満たしたところで、あとはレースで懐を満たすのみ。人生初のオートレースに挑んだケンコバさんの結果は、一般戦 A 第7レーススタートしました。20メートル3台並び、インコースから高橋恵理子飛び出しました。そ
狙いの3番5番好スタート。最終判定からは石川哲也、横田アウトコースから横田翔輝、さあ先頭争い、金山周平が攻め上がる、3コーナー金山が先頭に上がった、ね、外から横田翔輝、ここで軸にした5番金山選手がトップに立つ。残りは2周回終盤戦です。5番の金山が先頭だ、2番台横田少々大回り、単勝は取ったな、単勝取りましたね、おおすごい。最終コーナーから直線へ、逃げ切れるか、金山に横田翔輝フルスロットル並ぶ、期待が ちょっと、ラスト一瞬だけ刺したで、1番押しの5番がゴール直前で追い抜かれ、的中なしの惨敗、ビギナーズラックをつかめず、残り1万4900円ぐらいですか、ぐらいかな、はい。第8レースや、はい、負けたままでは終われない、次のレースで爆速リベンジを目指す。どうする、どうでしょうね、どう予想に自信がない人はオートレース .jp のプロの狙い目をチェック。ネゴ、はいはい、下行ったらな、狙い目とか書いてるわこれ、記者の人が、はい、うん、あ予想的なことですか、とか8やっぱ8強いな、847874842、ちょっと7番が強そうやな、だから、はいはい、新井選手、うんうん、新井選手、記者的に見ればこう7番捨てれないみたいな、おじゃあもう入れるしかない、ね、しかない、ちょっと前にこの7番のな、はい、ちょっとあれ見てみよう、出走表っていうことだ、この、はい、見れるらしい、その人のデータが、あさらに予想に使えるのが選手のプロフィール、役立つ情報があるかも。7番の新井さん見てみよう、俺より年上、52歳、うん、あいろんなこと持ってますね、大志座らしいこれ一晩じっくり見てたらなんか見えてくるで、これですね、傾向的なんか傾向的なもんが、はい、7橋軸でいくかですね、思想タイムもね、7橋が圧倒的にいいね、いいですね、 3.37、3.36 や、そん次いいのが6番 3.39 かな、ヤンオさん8.76でもうワイド勝ててもいいかもしれないそれで見てみようか、一番人気の7番新井選手を軸に3種類の車券を購入、資金全額を使い逆転を目指す、新井純果たして結果は、頼むぞ、うん、3秒前一般戦へ第8レーススタートしました。ゼロ戦を大外からドンピシャのスタート、4番高橋を一人、7番新井選手、ハンデ 20m の差を一気に縮めていく。7、4まではいいのよ、いい感じやで、5番黄色ちょっといいとこにつけてはいるね、はい、北の位置であります。さあ2番台伊藤、その後ろから新井潤、さらには吉田圭介、森本裕介というところが接近してきています。特にこの2番争い、直線では力強く伊藤博之に迫りくる7番の新井潤です。残りは3周回絶好半の折り返し地点、ここで2番の伊藤を指しました。新井潤、新井が2番手上がった、4番高橋を追撃する体勢を整えました新井潤、さらには森本も来ているぞ。さあこの3コーナーで2番の伊藤の内側を潜り込んで、森本裕介、2番手新井潤、足色で勝るのは3番手森本裕介、ね、さあ3人の選手だいぶ感覚が縮まってまいりました、ね、わずかに4番の高橋がリード、新井潤森本裕介が接近、ヒートアップする最終周回、単勝プラスワイドの78取れる可能性ある、すごいっすね、ヒートアップする最終周回、7番新井選手は差し切れるか、内を締める高橋、外から新井、そしてまくってくるのは森本裕介、さあ3つともいせる、わずかに高橋が先頭だ、新井潤、そして森本裕介並んでくる、2番手新井、勝ったのは4番だ、あれね、今刺したやろ今えどうなりましたか、どうなったんす、単勝だけは取ったやろ、あああああじゃないですよこれは、あ出たワイド7870円3000円の170円です
単勝は逃したけど、ワイド78が的中したので5100円の払い戻し。とはいえ今日は3万円使っているので2万4900円のマイナス。そんなに甘くないですね。結果は負けちゃいましたが、ケンコバさん、オートレース初体験はどうでした？楽屋ちょっとやろうよ、今度みんなでね、誘って、はい、ぜひ、うん、面白いやん、いいですね、うん、タイミングあったらほんま行きたいね、また。ちゃんとこのレース見たいね。本当ですね、この浜松で見たいし、1台しか見てないですもんね、生は。そう8台に一斉スタート見たいよ、生で、じゃあぜひ次回はレース場で、はい、開催を見ながらやれればなと。ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございました。オートレースの魅力は伝わりましたか？レース場に行きたくても行けないという人も、どこでもスマホやパソコンがあれば投票できるオートレース .jp にアクセスしてみてください。さあ、オートレース .jp 投票でオートレースを楽しもう。